さあ、おはようございます。ティーンデアニメ、クーボー、キンタクです。サザエさん、ご存知でしょうか？国民的アニメ、サザエさん。その作家は、長谷川町子先生です。はい。昭和の漫画家でございましてね。はい。父を亡くして、まあ、母三人姉妹で上京。確かに、野良黒、今、ある、田川水宝詐欺弟子、確かに、少女クラブ、狸の面という作品が載り、漫画家デビューしたそうです。いやー、すごいですね。一家で福岡疎開します。戦争中は、日本新聞社で働いたそうです。確かに大変なものです。サザエさんは戦後、1946年、夕刊福日で連載始めたそうです。朝日新聞に移り、まあ4巻漫画人気ですね、それ。25年間で6477回連載やったそうです。まさにロングセラーです。意地悪ばあさんも他にもありますね、はい。やはり、国民的アニメはサザエさん。これ、サザエさんを中心に、一家7人、ありふれた家庭の日常を、女性ならではの細やかな視点で捉えた作品です。仲のいい家族の様子は本当にすんごいお茶の間で人気です。1969年からアニメ化、大ヒットしてたそうです。その後映画化、テレビドラマ化もされてるそうです。まさに国民的です。はい。1982年に紫綬褒章受賞、85年に世田谷区へなんと自ら美術品を展示する長谷川町子美術館を開いたそうです。最寄り駅美術館までの道のは、サザエさん通り、まさにサザエさんストーリーですね。はい。亡くなっておりますが、国民栄誉賞をくれたそうです。というわけで、サザエさん秘話と、長谷川町子の功績でした。バイバイ。